皆さんこんこにちはマイククロサーーーービスプラッットフォムムチででテックリードを務めていいまますすす中島ですよろししくお願いします今年の MTC のメインテーマは「エボリューション」ですがこの1年でメルカリに起こった大きな変化の1つはモノリスアーキテクチャからマイクロサービスアーキテクチャへの移行です今日この私のセッションの後もマイクロサービスに関するセッションというのがいくつかあると思うんですが私からは そのインフラの基盤だったりとか組織のデザインっていうのをどのように行っているかについて、えっと、紹介を行いたいと思いますメルカリがマイクロサービスに舵を切った大きな理由は組織をどんどん拡大していくためです現時点のメルカリのエンジニアの数は300人になるんですが我々はその3倍となる1000人規模のエンジニアリング組織になることを目指しています そして今まで以上のスピードとパフォーマンスをもってプロダクトの開発を行ってお客様により良いサービスっていうのを提供してい,きたい,いくってことを目指しています。この本は今年の,年あ今年の3月に発売された「アクセラレート」という本です。2013年から2017年の4年間を通してスタートアップを含む2000以上の企業からいかにこう組織のパフォーマンスを加速させるか。 という視点でで聞き取り調査をを行ってその結果をまとめた本ですこの調査結果の1つにこちらのグラフがあります。このグラフは組織のエンジニアの数とそのパフォーマンスを組織の違いによってマッピングしたグラフになります。グラフの横軸は組織におけるエンジニアの人数、縦軸は組織のパフォーマンス、ここでは指標として1日あたりのエンジニア当たりのデプロイ数ということをえっと使っています。 で調査結果によるとパフォーマンスの低い組織っていうのはエンジニアが増えれば増えるほどデプロイ数というのは減少しました普通のパフォーマンスの組織っていうのはエンジニアが増えてもデプロイ数に変化はありませんでした一方でハイパフォーマンスの組織というのはエンジニアの数が増えれば増えるほど指数関数的にデプロイの数っていうのが増えましたでメルカリが目指していきたいのはこの右上の状態になることです この目標は単純にアーキテクチャをモノリスから、えー、とマイクロサービスに分割するというだけでは達成することはできません。逆婚姻の法則と言われるように、戦略と言われるように、アーキテクチャに合わせて、そのアーキテクチャで最もパフォーマンスが発揮できるチーム構成だったりとか、組織のデザインっていうのをしていくことが非常に大切になります。なので、まずは我々がどのようにこう組織だったりチームっていうのをデザインしているかという話から始めたいと思います。 ソフトウェアのライフサイクルっていうのは大きく4つに分けられると思います。開発をし、テストをし、デプロイをし、それを運用する。これを繰り返します。モノリスのアーキテクチャでよく見られるこうチーム構成っていうのは、専門性でチームを分ける方法です。えっと、開発を行うバックエンドチーム、テストを行う、えっと、QA チーム、そしてデプロイ、運用を担う、えっと、SRE チーム、もしくはインフラチームというのに分けられると思います。 マイクロサービス化とは、このモノリスだったコードベースっていうのを機能的にこう分割、機能ごとに分割して、独立したサービスとしてえっと開発をしていくことです。このとき、組織のことを何も考えず、このままアーキテクチャのみを変更していくと、マイクロサービス化の利点を失ってしまうことになります。まず、バックエンドチームっていうのをそのままにしてしまった場合、マイクロサービスの,ービスのえっとオーナーっていうのが不明瞭になってしまいます。 その結果、誰が管理しるか全く分からない、誰も触ることができない、こう、放置サービスってのをどんどん生み出してしまうことになります。次に、こう、QA チームだったりとか、SRE チームっていうのをそのままにしてしまうと、マイクロサービスが増えれば増えるほど、これらのチームがリリースのボトルネックになってしまいかねません。よって、このマイクロサービスの開発のスピード感っていうのを失ってしまいます。 またこのように専門性で,チー,ム専門性でこうチームを割るっていう構成を続けてしまうとこうチーム間でのコミュニケーションっていうのはどんどんコミュニケーションだったりとか知識の共有っていうのがどんどん少なくなってしまいますそしてその結果サイロ化っていうのを引き起こしてしまいますサイロ化はチーム間とのコラボレーションを妨げてしまってこう効率的にこう開発のサイクルを回していくってことを改善していくっていうことができなくなってしまいますこれらの課題を解決する マイクロサービスアーキテクチャにおける理想的な組織構造というのは専門性でチームを割るのではなくてサービス A のためのチームサービス B のためのチームと各マイクロサービスごとにチームを構成してチーム内でテストからデプロイオペレーションを行うことが理想的ですでこのこチーム構成をすると先ほど挙げたようなボトルネックというのは存在しません各チームは自律的にこう独立して意思決定を行って効率的なガイアスローを自分たちで回すってことができるようになります また、チーム内で全てのソフトウェアライフサイクルを担うことで、チーム内で各領域、開発だったりとかデプロイ、オペレーションの知識共有ってことをすることができます。よってより良いサービスの開発につなげたり、その開発サイクルそのものをチーム内で改善していくってことができるようになります。これが我々の考えているマイクロサービスにおける理想的なえっとチームの在り方です。この組織構造っていうのは、多くの利点がある一方で、新しい課題も生み出してしまいます。 これまでこう開発のみにこう集中すればよかった開発者が自分たちでデプロイや運用までもやる必要が出てきますつまりこうマイクロサービスアーキテクチャにおける開発者というのはソフトウェアエンジニアだけではなくてソフトウェアテストのソフトウェアのテストのスペシャリストである s e t そして運用のスペシャリストである SRE として行動する必要がありますでこれをいきなりやれって言われたらすぐにできるでしょうか で私はこれらを助けるために設立したのがマイクロサービスプラットフォームチームです。マイクロサービスプラットフォームチームは開発者が自分たちでマイクロサービスの開発からデプロイ、運用を行えることを助けるためのプラットフォームです。えっと、メルカリの JP がマイクロサービスへの移行を始めたのは、えっと、ちょうど1年前になります。 でこのグラフはこの1年におけるマイクロサービスプラットフォーム上におけるマイクロサービスの数の変化を表しています横軸が時間で縦軸がマイクロサービスの数ですで赤い線がすでに本番で動いているマイクロサービスの数青い線が現在開発中のマイクロサービスの数ですで1年前は1つのマイクロサービスしかありませんでしたで今日本番で動いているマイクロサービスは19になりますそして開発中のマイクロサービスは73にもなっています でこの数はどん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 ん増えています。で今日の発表では、この1年でこの数字に至るまでにマイクロサービスプラットフォームチームがどのような取り組みをしてきたかについて簡単に紹介をしていきたいと思います。我々が達成したことを一言で言うと、何もないところにこうベースとなる道を整えたということをしましたで。より具体的に言うと、基礎となるマイクロサービスのための,ーの,ためのアーキテクチャの構築。 そして基本的なデブオプスの文化の醸成ということを行いました。まずはこのアーキテクチャについて紹介したいと思います。アーキテクチャとして整えたことは大きく4つあります。API ゲートウェアアーキテクチャへの移行、サービス間のコミュニケーションプロトコルの統一化、新規のマ,ーキルスマイクロサービスを作るためのテンプレートプロジェクトの提供、そして、会社のインフラへのアクセス制限の管理のデザインです。 まずはこの API ゲートへのアーキテクチャの移行について簡単に紹介します。これが1年前のメルカリのメインのアーキテクチャです。モノリスの API とそれが使う巨大のデータベースのみがあり、すべての開発はここで行われていました。これに対してまず、この前代に自分たちで内製した API ゲートウェイというものを配置しました。これによってメルカリのすべてのリクエストがこの AP I、K、API ゲートウェイ経由になるようになりました。 でこれだけ見ると別に利点があるように見えないんですが新しいサービスを作りたいと思った時はその API ゲート配下にえっとサービスを置くことができますこれによってモノリスのコードベースとはある程度独立して新規のマイクロサービスをえの開発を行うことができるようになっていますまたこう既存の機能をこうどんどんマイクロサービスとしてモノリスから切り,離すも切り離していく時もこのゲートウェイ配下にサービスを配置してこのゲートウェイのレイヤーでリクエストのこう振り替えを行うことで段階的にこう モノリスからマイクロサービスに移行していくってことを可能にしています。また、API ゲートへは、えっと、GCP 上にデプロイしました。Google クラウドプラットフォーム上にデプロイしました。そうすることで、クラウドへの移行も、えっと、開始しています。これによって、例えばサービス A が何かしらこうデータストアを使いたいと思ったときに、クラウドのマネージドのサービスを使う,よう,にでき使うことができるようになりました。 さらにこの新しいサービスはコンテナとしてクバネテス上にデプロイしていますクバネテスというのは Google が社内のシステムの知見をもとに OS 化したコンテナオーケストレーションシステムですクバネテスを使うことで例えばコンテナが死んでしまったときにそれを自動で立ち上げてくれるセルフフィーリングの機能だったりとかサービスディスカバリーリクエストが大量に来たときにそのリクエストに合わせてコンテナをこう水平にスケールさせるオートスケーリングといった機能を使えることができますこれによって インフラのこうオペレーションのコストというのを劇的に減らすことができるようになっています。以上が、えー、と API ゲート A への移行になります。次に我々が整えたのはサービス間のコミュニケーションプロトコルの統一化です。ゲート A からマイクロサービス、マイクロサービス間のサービスのコミュニケーションプロ,プロトコルとして我々は、えー、GRPC を採用しています。 GRPC はこれもまた Google から OSS 化された RPC のフレームワークになります。GRPC ではプロトコルバッファーという IDL を使ってサービスのインターフェースを定義します。そしてそれをもとにこうあらゆる言語のえっとサーバークライアントライブラリというのを自動生成することができます。これによって初期のこう実装コストを減らしたり、マイクロサービス間でインターフェースの定義の統一化ということを図るようにかかることができるようになります。各マイクロサービスのプ プロトコルバッファーの定義の管理だったりとかサーバークライアントの生成を簡単に行えるようにプラットフォームプロトというレポジトリを我々は準備しています各サービスの開発チームは自分たちのサービスのプロトコルバッファーの定義を、えっと、書いてこのレポジトリにプリリクエストを送ることができますでこのプリ,リクエストをマージすると CI 上で各言語現在のメルカリで主に使われているものでいうと GoPythonJava Node.js Swift といった言語のクライアントとサーバーを自動生成することができますこの仕組みによってマイクロサービスを提供する側もそれを使いたいと思った側もすぐにこう実装を始めるということができるようになっていますまたこのプロトコルバッファーの定義をすべて1個のレポジトリにまとめているのでこれがドキュメント的な役割も果たしています 例えばサービス A を使いたいと思った人はこのレポジトリに来てサービス A のこうプロトコルバッファーの定義を見ればどうやってそのサービス A を叩けばいいかっていうのを簡単に分かるようになっています次に我々が整えたのは新規のマイクロサービスを作るためのテンプレートプロジェクトの、えっと、提供ですこれまでメルカリのメインの言語は PHP でしたマイクロサービスではメインの言語として Go 言語を採用していますすべてのエンジニアが Go が得意 であるわけではなくて Go の初心者がいきなりこうパッケージ構成などを考えながらスクラッチでこうマイクロサービスを書き上げるっていうのは結構非常に大変なことですでそのコストを減らしてすぐにこうマイクロサービスの開発を始められるようにメルカリエコー JP と呼ばれるこうテンプレートプロジェクトを提供していますでアプリケーションとしては非常にシンプルで受け付けたリクエストをそのまま返すだけのこうシンプルな GRPC アプリケーションなんですがこの中にはこう標準の Go のパッケージ構成だったりとか えっと本番運用で必要になってくるモニタリングエラーレポーティングヘルスチェッキングといった行動も実装していますまたアプリケーションの実装以外もデプロイの時に必要になるえっとコンテナ化を行うための標準的なこうドッカファイルだったりとか、えっと、最低限必要な CI の設定ファイルなどもここで提供していますマイクロサービス開発者はこのレポジトリをコピーするだけですぐにこうマイクロサービスの開発を始めるってことができるようになっています最後に整えたのは 開発者へのインフラへのアクセスへの管理の整理です。モノリスのアーキテクチャではインフラレイヤーを触れるのは SRE のみでした。なので、インフラへのアクセス制限というのはすごくシンプルで、SRE か否かそれだけでした。マイクロサービスでは先ほど言ったように、各サービスチームが自分たちのサービスと自分たちで管理、運用できるようにする必要があります。つまり、各チームが自分たちの管理しているサービスのインフラ、 に自由に触れる必要っていうのがありますそのため、これを整めるためのアクセス,アクセス権限の、えっと、デザインを行いました。まず一番の基礎となるマイクロサービスの基盤、クバネテスは、えっと、マイクロサービスプラットフォームチームがクラスターアドミンとしてその安定運用に責任を持っています。えっと、マイクロサービスの開発者はクバネテスクラスターそのものへのアクセス権限というのは持っていません。で例えば、サービス A チームが新しいマイクロサービスとリリースしたい。 っ,ていった場合を考えますまず実際にサービスをデプロイするクバネテス上にはサービス A 専用のネームスペースというものを作りますでこれはクバネテスの機能で仮想的にこうクラスターを分離する機能ですで、まあ、具体的にはこうだろう例でいうとサクラスターの中にサービス A 専用の部屋を作ると思うと分かりやすいと思いますそしてクバネテスのこれも RBAC という機能を使ってサービス A チームをそのネームスペースの管理者として登録します まあ部屋の例でいうと、この部屋に対する鍵をもうサービス A に渡しちゃうってことをします。これでサービス A チームはこのネームスペースに対して自由にアクセスすることができます。でネームスペース内のコンテナ、自分たちのコンテナに対して例えば問題が起こってしまったときに、そのコンテナのログを見るだったりとかコンテナを再起動するっていったこといたオペレーションを自分たちでやることができるようになります。次にこうサービス A が GCP のマネージドのサービス、例えばこうスパナーとかを使いたい。 っ,てなった場合はサービス A 専用の GCP プロジェクトを作ってサービス A チームをそのプロジェクトの管理者として登録しますこれでサービス A チームは自身の GCP プロジェクトに、えっと、マネージドの DB とかを自分たちでマネージドの DB を立てたりとか、まあ、クラウドファンクションをそこで使うということが、えっと、自由にできるようになりましたサービス B チームは B チームが新しくこうサービスをリリースしたいときも同様ですクマネス上には B チーム専用のネームスペース GCP 上には専用の GCP プロジェクトっていうのを提供します。これによってサービス A チームはサービス A のサービス B チームはサービス B のためのインフラに自由にこうアクセスできるってことができるようになって自分たちでサービス会社が自分たちのサービス管理運用っていうのができるようになっています。以上の4つが基礎となるアーキテクチャの、えっと、整備になります。はい 次にこの1年で我々が整えた大きなことの2つ目はデブオプス文化の情勢です。デブオプスとは開発チームが自分たちでインフラの構築からデプロイを行うことです。この1年でマイクロサービスの開発者が自分たちでできるようになったことは大きく2つあります。1つ目はインフラのセットアップを行うプロビジョニング。2つ目はサービスのデプロイです。まずはこうプロビジョニングから見ていきたいと思います。 先ほど各チームがクバネテスのネームスペースだったりとか GCP にアクセスできるようにしているという話をしました。で、マイクロサービスを始めたいと思ったときは、そもそもこのネームスペースだったりとか GCP プロジェクトをセットアップするっていう作業だったりとか、データベースを使いたいときはそのデータベースのセットアップってことを行わないといけません。まあ、これがプロビジョニングです。で、我々はこのプロ,ジプロビジョニングっていうのを SRE の中では当たり前になってきたインフラストラクチャー・ザ・コードという文化を開発者にどんどん浸透させていくことで実現しています。具体的なツールとしては、ハシコープの開発している t e r r a h o m というツールを使っています。インフラ管理をしている人にとってはまあデファクトのツールになっていると思うんですが、t e r r a h o m は GCP だったり、AWS といったクラウドプロバイダーの API を抽象化して、宣言的にコードとしてインフラのあるべき状態を記述することで、その状態になるようにそのインフラの プロビジョニングを行ってくれるツールになりますで。各マイクロサービスのテラフォームのコードだったりとかその管理、テラフォームのコードの管理だったりとかそのコードの自動アプライを実現するためにマイクロサービステラフォームというレポジトリを準備しています。このレポジトリにはスターターキットというテラフォームのモジュールも提供されています。でこのスターターキットを使うことでマイクロサービスをリリースするのに最低限必要なインフラというのを、えっと、簡単に構築することができるようになっています。 この最低限必要なインフラの例としてはさっき紹介したクマネツトのネームスペースだったり GCP プロジェクトだったりがあります他にもこうモニタリングの設定だったりもあるんですがそれらをスターターキットを使うことで一発でこうブートスラップするってことができるようになってますまたこう別途まあそのサービス特有でえっと独自にこうデータベースを使いたいとなった場合はこのような宣言的なコードを開発者自身が書いてこれをテラホームに加わせることでえっとこの DB とかをその自分のプロジェクト内に構築するってことができるようになります。ワークフォローとしては、まず開発者は自分たちでこうテラフォームのコードを書いて、このレポジトリにプルリ,リクエストを送ってもらいます。で、インフラの経験が少ない開発者がいきなりこうテラフォームのコードをこうバリバリ書くっていうのは難しいので、そのプロフェッショナルである我々プラットフォームチームがレビューを行います。レビューが通ってコードをマージすると、CI 上でテラフォームの実行が行われて、実際にプロビジョニングが行われるっていうワークフォローをやってます。 えっと、レポジトリー内には各サービス専用のディレクトリを準備しています。サービス A のためのディレクトリ A、B のための B。各チームはそのディレクトリー内に対して、えっと、プリリクエストを送って、自分たちのサービスの、えっと、プ,ロジプロビジョニングを行うようにしていますで。このワークフローで問題になってしまうのは、このプラットフォームチームのレビューの部分です。 こうちゃんとしたテラフォームのこうコードを保守していくためにはこのレビューっていうのは必須なんですがこうマイクロサービスが増えれば増えるほどここがボトルネックになってしまって結局このえっとスピード感っていうのを失ってしまう原因になってしまいますでこの課題を解決するために GitHub のコードオーナーズという機能を我々は使っていますでコードオーナ e ーを使うとレポジトリの特定のディレクトリにコードオーナーっていうのを指定することができますでコーーードオーナーは ができるのはプルリクエストのアプローブだったりマージってことができるようになりますで。この機能を使って各サービスの専用ディレクトリに各サービスのチームメンバーをコードオーナーとしてアサインします。でそうすることで自分たちのサービスに関するこうプルリクエストは自分たちでアプローブしてマージするってことができるようになります。つまりプラットフォームチームのレビューっていうのをオプショナルにしました。何度か我々プラットフォームチームのレビューを受けて自分たちでこうプトラフォームのコードを書いていけるっていう。 自信がついたチームはもう自分たちでレビューを行ってスピード感を持って開発を進めればいいしまだこうちょっとテラフォーム書くに不安があるっていうチームはプラットフォームチームにこうレビューを依頼してレビューしてもらうってことをレビューしてえっ,としっかりしたえっとテラフォームコードの書き方っていうのを覚えてもらうってことをやっていますこの仕組みはとてもうまく回っていて数字で見ると今ではこのレポジトリに110ものコントリビューターがいます これどういうことかというと100名以上の開発者が自分たちでインフラのプロビジョニングをしているということですで1年前はインフラの管理ではできるのは SRE 10名ぐらいに SRE しかいませんでしたそれを考えると10倍以上の成長になっています直近1週間とかの,その PR の数を見てみると,、えっと45の PR がマージされています つまりこう営業日でいうと1日あたり9回のインフラ変更が開発者自身が自分たちで取り組んでいることになりますこの変化っていうのはプラットフォームがもたらしたこう文化的な大きなえっと成果の1つだと思っています次はえっとサービスのデプロイですこれまでこうサービスのデプロイの設定とかは基本的に SRI にお願いするってことが多かったんですがマイクロサービスではそのデプロイさえも自分たちがそのサービスの特性に合わせて設定を行っていく必要があります えっと我々はこれを可能にするためにスピネーカーというのを会社に提供しています。スピネーカーは Netflix が OSS にしたコンティニアスデリバリープラットフォームです。マイクロサービスチームはスピネーカーにアクセスしてそこで自分のネームスペースへのコンテナのデプロイというのを管理しています。スピネーカーは例えばカナリアデプロイメントを行うステージだったりとかブルーグリーンデプロイメントを行うためのステージ。 もしくはこうデプロイの承認を行うステージといったさまざまなステージというものをこう提供しているんですが、開発者はそのステージをこう自分たちで独自にサービスに合わせてこう組み合わせていくことでデプロイのパイプラインを構築しています。スピネーカーを導入してまあ1年以上にはなるんですが、今だともう60以上のパイプラインが開発者自身で作られています。これはえっとスピネーカーの設定画面の例です。開発者はこの画面を通じてこうデプロイの設定とかを行ってもらってました。 でただこれ GUI で多くの開発者にとってこの GUI で設定をしないといけないってことがかなりペインポイントにずっとなってました GUI はこう小規模でこうのチームでこう素早く動くためにはまあまあ便利なツールだと思うんですが組織はこうチームがスケー,ルスケールすればするほどこう変更のレビューができないだったりとかこうドキュメントとして残すのが難しいだったりとか他のチームの設定をこうコピーして使うって言ったことができないという問題がありますこれらがこうマイクロサービスの開発の 効率のをこう阻害する要因になってしまってましたでこの問題を解決するためにスピネイカーによるそのコンテナデプロイもインフラウアコード化への移行を始めていますより具体的にはクマネテス V2 プロバイダーという、えっと、スピネイカーの機能を利用し始めていますこれは GUI による設定を行うのではなくてクマネテスの YAML を直接書くという方式,の、えっと、方式です でつまりこう、クマネテスのやむる際も開発者に書いてもらおうという方向に移行しています。でこれらを導入するにあたって、マイクロサービスクマネテスというレポジトリを準備しています。えー、とこのレポジトリを使ったワークフローは、テラホ r a とまあと一緒で、開発者をデプロイの設定に必要になるクマネテスのやむるファイルを自分で書き、このレポジトリにプルリクエストを送ります。 トラホームと同様で、いきなりこう理想的な YAML を書くというのは難しいので、プラットフォームチームがえっとレビューを行います。レビューが通り、コードが回りされると、これがスピネーカーとシンクされて、それを使ってデプロイを行うことができます。この仕組みというのはまだちょっと導入したばっかりなんですが、この GUI による設定の負担というのを減らして、かつこう、開発者たちがクバネテスの YAML ファイルとか設定ファイルを覚えることで、自分たちでより良いこうデプロイメントをカス,カスタマイズしていけるんではないかということをえっと今では期待しています。 以上がこの1年で我々プラットフォームチームが取り組んできたことになります。とこれからは今後我々がどういうことに取り組んでいきたいかについて簡単に紹介をしたいと思います。最初に紹介したように、現在本番で動いているマイクロサービスは19に対してえっと開発進入の73になります。今日紹介したように、マイクロサービスとの開発を始めるという部分はまあ整ってきたなと思える一方で、今後はより多くのこの 本番に出てくるマイクロサービスというのが増えることになります。で我々はこれに対処しないといけません。なので、次に来る我々の課題というのは、いかにこうマイクロサービス開発者が自分たちのサービスをリライアブルにオペレーションできるようになるか、本番でオペレーションできるようになるかという部分です。でこれに対していくつかアイディアを紹介したいと思います。一つ目のアイディアは、すべてのサービスに対して Google の SRE が採用している SLI、SLO という指標を導入することです。 SLI というのはサービスレベルインディケーターの略で、えっと、提供しているサービスのサービスレベルの提供的定量的なこう指標です。SLO というのはサービスレベルオブジェクティブという SLI に対する目標値ですで。これらは各サービスごとにその特性に合わせて決定していくことになります。例えば、そのサービスが早くレスポンスを返すことが重要なそのサービスの指標だったとしたら SLI はすべてのリクエストのうち、例えば 100ms 以内にレスポンスを返したリクエストの数で測ります。 SLI と SLO を設定することで機能の開発、サービスの機能の開発とリライアビリティに対するその取り組みのバランスをこの数字を使って、えっと、バランスを取ることができるようになると考えています。例えば、SLI を99.9%にした設定した場合、これを満たしている場合はひたすら機能開発を続ける。その割合を割ってしまった場合はサービスの機能開発を止めて、えっと、リライアビリティの改善に努めるといったバランスを 取れるようになりますこうすることで、例えば機能開発ばっかりやって、障害ばっかり起こすサービスをなくしたりとか、例えばその他にも逆にこうリライアビリティばかり追求して、新しい機能を全然出せないといった状況を避けることができるようになると考えていますで。プラットフォームチームとしては、まずこの SLI、SLO という考え方を浸透させるってことが大事だと思っていますで。その上で サービス全体の SL をこう俯瞰できるようなダッシュボロとかを整えていくのも一つのアイデアかなと思っています二つ目のアイデ,アは,ア,イデアはカオステスティングですこれまでこう障害対応っていうのは SRE が担ってきて会社が自分でこう障害対応するってことはまあなかなかありませんでしたただ今後は会社が自分たちでそのサービス障害の一時対応っていうことをやっていく必要がありますでカオステスティングの手法をこう使っていくことでわざとこう障害を起こして例えば問題のある行動をすぐに気づけるようになる 障害が起こって初めて気づく,気づくのではなくてすぐに気づけるようになるもしくはそもそもちゃんとモニタリングだったりとかアラートが動いてるかということをチェックするあとは実際に会社者が自分たちで障害対応を経験することで実際の障害が起こってもこう落ち着いてこう対応できるようになるみたいな仕組みをこの手法を使って整えていきたいなと思っていますそして最後が、えっと、ID がサービスメッシュです、えっと、モノリスのコードベースではほとんどがこうプロセス内の関数予備出しで完結してました 一方で、マイクロサービスにおいては、ネットワーク越しのサービス間コミュニケーションというのが大量に発生します。このサービスメッシュを導入することで、サービス間コミュニケーションのオブザーバビリティを改善するだったりとか、ネットワークコネクションのリライアビリティを向上させるだったりとか、あとはセキュリティを強化するということを、えっと、やっていきたいと思っています。以上が、われわれプラットフォームチームがこの1年、取り組んできたこと、あと今後、取り組んでいきたいことになります、えっと。以上で発表を終わります。ありがとうございました。